皆様、えー、説明の続きですね。先ほどで締めようと思いましたが、ちょっと補足したいところもありましたので、補足しますね。こちら、電磁波放電カードアルファですね。こちらですね。あの、皆さん、アーシングって知ってますかねあの、コンセントに線繋げてアースするっていうものもありますが、あの、他に、 体にたまった電磁波電気を外に放出することであの体が調子よくなるまあ自然に戻るってことですね。アーシングってアース地球っていう意味とそれを ING なぎなぎしているの、えー、合わさってアーシングです、ね、結局人工的に作った電化製品には有害な電磁波が するらそれでいろいろね頭痛とかめまいとかあの不快な症状がね出るんですよね。であの自然にできるアーシングとしては裸足になって大地に立って2 3 0分その裸足で立ったり座ったりまあね地面に肌を。 靴下脱いでね足の裏から土の木をにあの電気を放出するってことですねちょっとそれはできないんですよね毎日ねあと何かやり方があるみたいなんですけどねあと他の商品アーシンググッズっていうものがあの調べたらありましたね寝てる間にねアーシングシングとかねシーツとか。 ああとそういういい住宅もある,あるみたいですよねなんか銅線がフローリングとか、あのー、今にあってそれが、えー、土ですね地面につながっていて年がら年中アーシングできるとかねただもう建てちゃった建物に銅線をつなげてまたそれ踏んでてまあそういう 便利なカーペットがあるといいんですけどね。なかなかね、そういうものって高いし、なかなかね、銅線つなげて地面に埋めてアーシングするっていうのもちょっと大掛かりなことになっちゃうのかなと思いますよね。あと、他のアーシングは何あの、木を抱っこして2、30分いるとか、よく大木にね、あの、手のひらですね。 とか半袖になってでも毎日公園とかそういうところに行って裸足になって2 3 0分つっ立ってるとかねまあ座っててもいいんですけど寒い時とかはねなかなか難しいことですよね。いつも畑に行っていうおらは裸足になって地面に、うん、足つけてるから大丈夫だっていう人はいい,い,いですけど公園とかね土のあるところとかね 土とか芝生ですね。コンクリートはダメですね。土とか芝生とか大地に足とか手をつけて2、30分じっとしてるっていうのはなかなかできないですよね。それで思ったんですが、子供の砂遊びっていうのはいいのかなと思いますよね。手でいじってね。でも毎日はなかなかできないですね。雨降っちゃったらできないし、子供だけじゃなくて大人もね。 一緒に砂遊びって言ってもなかなか難しいですよね子供が大きくなっちゃったら大人一人で砂遊びするわけにもなんかちょっとおかしい人かななんて思われちゃうしねでこれを選んだんですよね私も外に行って裸足で寒い時なんか無理ですし温かい時もやったことないしねこれは1日10分体の中心とかにねうん、おへそあたりにこの四角の面を当てて リラックスして放電できますねでこちら電子電磁波本舗さんの、えー、ホームページに YouTube で載ってますね。これをその電磁波を放出する機械にはめ込むとあっという間に電磁波がなくなる映像ですね。他のカードを入れてもなくならないのがこれはあっという間になくなりますね。で他のね うん検索サイトでも見たんですけどあのパソコンをいじっただけでゼロだったあの体の帯電ですね体に中に入ってる電気が何十ボルトにもなったんですよねちょっとこうパソコン触っただけでねだから年がら年中パソコン触ってる人は余計ね何十ボルトって体に溜まってるんですね。パソコンだけじゃなくて ね、やっぱスマホとかタブレットとか iPad とかねこうやって触ってるだけであっという間に体に電気が溜まるんですねちょっと怖いですねそういう時はやっぱり電化製品にねこれもうちょっと大きかったんですけどこれを貼っとくとこれがキャッチしてジロになるわけですねはいこちら自分はいつもね携帯に挟んでね持ち歩いてますね いつでも帯電できるようにね。はい。で次ですね。こちら、ルームスマーターなんですけれども、最初はこちらのホームスマーターが高いもんで、ルームスマーターだけ買って、何枚も買って、電化製品に貼ればいいかなと思ったんですよね。ちょっとね。でもですね、電化製品って結構多すぎて、これ3枚つづりだったんですけど、 まあ電,池電子レンジは2枚がおすすめですとかね書いてあって計算したらもうこれ何枚も買っても10万とかいっちゃうんですよねだったらこのセットねコンプリートセットこれと携帯の裏に貼ってある4モバイルですねちっちゃいやつねそれを買ったらセット割りとなって4万6千だったんですよね まあこの中ででは最安値ですかねで他の,あの通販ねネット通販でも見てみたんですよねもっと安く買えないかななんて思って楽天とかねアマゾンとかねヤフーショッピングとかそしたらや,やっぱり安くは売ってないんですよねあんまりねうん一部安く売ってますけどこのセットが欲しいなと思ってセットで安く売ってるってとかないんですよね で、あっちこっちで買うのも面倒だしまあねホームページから買った方が一番いいかなと思いまして、えー、これとコンプリートセット買いましたねはいであのー、まあ最後に値段のことですね11万5800円だったんですが全部でね、えー、国からの給付金の10万がきっかけで買いましたが1つのきっかけね10万プラス自分のお金,お金が 1>, 1万1万5800円出せばねこれ一生使えるものがね手に入ると思いまして思い切って買いましたね他で節約すればまあ1万5800円ね税込みで送料無料で買いましたねはいそういうことですまあおすすめなんじゃないでしょうかねもっと他でいい商品があるとは思いますけどね電磁波カ と完璧に電磁波カットキャッチしてねあの気分も悪くなくなったしそれでこんだけ効果があるっていうことはまあ安いお買い物だったんじゃないかなと思いますねまあまあおすすめですねもう 5G のね便利さはものすごく前面に出してますけどね 5G の危険性はね皆さんあんまり 知らないいと思いますよねまあ一部の人は分かってると思いますがこれで解決しましたね全てね電磁波に関してはそうと言っても大丈夫だしこれもこれも持ってってねこれは電化製品に貼ってはいそういうことですではホームスマーターまたドライブスマータールームスマーター放電カードねフォーモバイルコンプリートセットプラスのえー ご紹介でした。皆さんおすすめです。これからの時代ね。5G からまた 6G になるかもしれないですしね。全部カットしてくれますね。はい、それではまた。